チーク足したいんだよね、ちょっと今。うん、薄い今。めちゃめちゃ漏れてる。待ってる、待ってる、待ってる。すごい香り。すごい今映えてた。髪の毛の方は見えなくさくらちゃんなんだ。ああ、そういうことか。かわいいね。カルマシャンプーありがとう。安っ。安っ。 B のポップアップ行ってきました。何の気分で？イタリアン、和風、中華。あ、中華いい。てか私さ、ここで言うの絶対違うと思うんだけど、バーミヤン食べて。私バーミヤンで中華でで、ちなみにイタリアンはサイゼリアです。結局原宿来てます。前髪固めてるからガチガチ。私も、あ、でも今日、あ、いい、自然じゃない？ガチガチ感なくない？ガチガチ感ありすぎ。ノリなんだけど。代官山に来ました。タクシーで代官山来ました。今からちょっと腹ごしらえします。私あのさ、紫色のブライスの髪型になりたい。可愛くない？アンドビー。何入ってたか見たいと思います。まずリップとシーク。すごいじゃない、大容量。今日使う、絶対に。美容液？買おうと思ってたの普通に。あ、そうだったんだ。さっきそこパッと行った時にさ、これ次買おうと思ってた。これ待って、クレンジングオイル。ありがとう。超ありがたいじゃん。すごい今回のなんか変わったやつ、中身が UV ミルク。あとこれですね、ウォータープルーフの UV ミルク。やば、気圧。あとこの辺トートバッグもいただいた。そう、下にさ、ハンドビーって書いてある。かわいい。美しい、とてもかわいい。あ、でもプルンプルンではある。私が求めてたカラー、これよかった。ご飯来ました。なんかプロテインのやつで、バンバンジーとバスクチーズケーキ食べます。もうお味噌汁が自然についてくれました。おいしい。なんと ET の7150円の本を買いました。褒めた。買っちゃいました。今 MC が持ってはぁ、すごい。さよならうたげね、アンコールはどうする。かわいい、かわいい、かわいいじゃん。Thank you.
ャンネル。はい、ということで家に帰ってきました。ただいまりどっぞー。カヌレ食べようか。でもやめとこう。カヌレ食べよう。食べすぎてる私、うん、大丈夫。やばいやばい。大丈夫大丈夫。ここ東京だから。で私はこれメロンパンと、すいません、いちご一口ください。いいよ、ありがとうございます。いちごのやつ食べてみます。なんかいちごがめっちゃ食べたかったんだよね。いただきます。はい。え、すごい、それいちご入ってる。うわすごい、真っ赤。めっちゃ赤いじゃん。なんでこれついたの色いいんですか。すいません、じゃあちょっと一口いただきます。私粉物好きなんだよね。うん、なんでだってこれ小麦粉ってこんなもんじゃん。なんと気色あれ鼻につけて。ということでカヌレを買ってきました。本当はマカロン買おうかと思ったんだけど、マカロンの1個の値段とカヌレの1個の値段が変わらなかったんでカヌレにしました。え、そうなの。はい。で、じゃあマカロン買えばよかった。え、で、あの、私のミスでですね、うん、あのお父様の分を買い忘れてまして3つしか買って帰ってきないので、早く食べちゃいなさい。バレないうちに。でっこ。そう、1個でかいのこれ。カヌレ超好き。いただきます。うんうん、ファンタイプのカヌレだ。うん、めっちゃ美味しい。うん、これ美味しい。あ、いいね、この後味やばいよね。何がいいの。パンみたいな感じ、なんかシュッて感じがしない。今回ですね、こちら、でれーん、アンドピーのポップアップを一足先に見させていただいたんですけれども、たくさんですね、コスメもいただきましたので紹介したいと思います。まず、こちらのバッグをいただきました。私もいただきました。はい。で、前にもポケットがあってみたいな、普段使いできます。めっちゃいいこれ。で、まず一つ目、こちらアンドビー VC25 アドバンスドセラム美容液でございます。ちょっと開けてみますね。ちなみに私も同じのが入ってました。はい。すごい、こんな形の美容液が入ってました。早速今日から使ってみようと思います。ピュアビタミン C を高配合した美容液、ウォーターベースのさらりとしたテクスチャーながら使い続けることで角質に潤いを与え、透明感のあるお肌に導きます。ありがとう。私透明感欲しいから、ね、これからの季節透明感が大事ですからね。やっぱ太陽の光に浴びるとね。次、こちら UV ミルクでございます。スタンダード SPF50+ PA4+です。かわいい。これカバンとかにも入れられるサイズです。これはトーンアップするタイプのやつ。なんか中身が変わったらしい。でもこれありがたいのがさ、うん、石鹸で落とせるのね。そうそう、石鹸で落とせるんですよ。そして今回ですね、新商品としてご紹介してもらったのがこちら、はい、&B ウォータープルーフ UV ミルク。これ読んでもらっていいですか。 SPF50+ の PA4+ で UV 耐水性が2でございます、はい、これね、川口さんも言ってたんですけど、はい、春菜さんですね。春菜さん、これはまず何がいいかっていうのはウォータープルーフ。うん、そうだね。そうなのに日本のマックスの SPF が入ってるんです、うん、なのにこうつけ心地が日焼け止め特有の塗ってます感がなくっていいって言ってた。はい、はい、あとは余計なものは本当に入れずにどこでも持ち運べるような、なるべくオーガニックに近い素材成分で配合したウォータープルーフの UV ミルクらしいです。そうなんだ。そして次、こちら毎日メイクする人たちにとってはもう一番ありがたい&B クレンジングオイル。これなんか一回誰か使ってなかった、家で、お母さんかな。ちなみにお母さんが&B めっちゃ使ってるんですけど、スポンジマジいいよあれ。そう、あれ定期的に買ってます。あとコンシーラーね。あとコンシーラーね。そしてポップアップストアでもですね、いただきました、こちら。これマジで嬉しい。3点も入ってて、まず1つ目こちらチーク、リップにも使えそうだったよね。ね、クリームチークなんですけれども、こちらでございます。めちゃ素敵な赤でございます。ラディレッドのカラーです。そしてあとですね、口紅2ついただきました。1つ目がこちらですね、川口春奈さんがおすすめしてたから。はい、そうですね、こちら。じゃあヌーディーな感じで。そう、ヌーディーな形なんですけれども、アンドビーシアーリップネイキッドピンクでございます。カラーがヌーディーだからいいね。うん、かわいい。私もこういう色求めてた。私はすぐつけてみたんだけど超好きなカラーでした。そして次がこちら&B シアーリップネイキッドベージュでございます。そっちの方がオレンジ味強くて、こっちがピンク味強い感じで。そうですね、こんな形で2色になってます。ピンクの口紅ってさ、うん、結構ブリブリしたイメージっていうのが強いっぽいんだけど、うん、でもこれはすごいヌーディーなカラーだから自然となるからブリブリしなくていいですよって言われて、確かにと思って。はい、ということで素敵なギフティングをたくさんいただいちゃいました。これからアンドビーたくさん使っていこうと思います。そしてまあ私たちですね、外に出たら必ず爆買いチャンネルをするんですけれども、本日私の方が爆買いチャンネルさせていただきました。はい、文房具屋さん
みたいなところで、こちら窓口封筒風、可愛くない？いろんなものがありまして、原稿用紙とか、あとは回答用紙とか、なんかいろんな種類があったんですけど、これにしました。内容確認とかと、あ、次こちら保存薬、これはなんかマッチがついてる封筒です。なんか面白いし、やっぱ私ね、誕生日プレゼント渡す機会が多いので、そういうのにちょっとラッピングとして使いたいなと思って買いました。はい、次は代官山にね行ったんですけれども、久しぶりにブライスのお店に行って、こちらアイロンで付けられるワッペンを買いました。これさ、シールとしても使える。え、すごい。あるじゃん、シールワッペンみたいな。ある。え、すごい。で、最近あの iPad ケースをゲットしたんですけど、無地の iPad ケースなんで、ワッペンで埋め尽くそうと思って。え、てかそれワッペン付けられんの？つけられる。そしてラスト、ちょっとだいぶでかいものを買っちゃったんですけれども、代官山に行ってちょっと喫茶って言いながらもがっつりご飯食べちゃって、その後めっちゃ歩いたんです。うん。で、まあ代官山といえばあそこですよね、ツタヤ。代官山のツタヤでこちら、テレ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 。この本はですね、ずっと欲しいな欲しいと思ったんですよ。それこそ半年前ぐらいからずっと目はつけてたんですけれども、値段がねちょっと跳ね上がりすぎてて、なかなか手を出せなかったんですけれども、とうとう買ってしまいました。こちら ET のビジュアルヒストリー完全版でございます。もう中すっごい、もう図鑑みたいなのよ。目玉図鑑なんですけれども、こちらなんと7150円です。わあ。でもあの美術をやっている私からしたらですね、あの本当に勉強になるものがたくさん載ってますので嬉しいです。私もいつかこういう図鑑を7150円で出そうと思います。ということで、ちっちゃいでね、こんな大きなものも買って帰ってきたので、かなりね帰りの荷物が多かったんですけれども、今回は&B のポップアップストア&新商品試写会に一足先に行かせていただいたようなコーナーでございました。はい、コスメのね動画とかも今後アップしていこうと思いますので、楽しみにしててください。なんか私がコスメの動画出すのって結構さありがちだけど、のんちゃんないからさ、確かにね、もっとさ全面的に出してきな。ということで、また今度コスメの商品紹介しようと思ったヒート、グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。ほのちゃん家に帰ってきてクロミちゃんに着替えたんだなって思ったヒートもグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。ちなみにほのちゃんは今日何も買ってない。パン買ったぐらいか。最後パン買ったね。何買ったかな。ということで、また次回のナイロマングルをしましょう。キャンパイバイちゃん。Loved you from the first time you called me late. Loved you from your whips and your wicked games. Yeah, always on my mind, always in my brain. Yeah, with you the summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.